ってさ、座った人が黙ってればバレないかもしれないよね。そのまさかです。思った通りバレてない。でも声を出したらどうだろう。今目立つのは良くないよね。なら今は空気にならなきゃ。柔らかいし、いい匂いするし。白石くん、完全に思考がショートしている。